ね、連日やはりこの話題は避けられません。まあ、とにかく上杉さんはですね、独自の取材ルートをお持ちですから、はい、この突然ともいえる安倍総理大臣のこの衆議院解散、まあ、臨時国会冒頭と言われてますけれども、このあたりの野党の作戦であるとかですね、与党の目論み、解説をお願いしたいというふうに思います。まあ、与党の目論み、つまり安倍総理の、目論みというのはもう実は1点だけなんですよ。はい、小池百合子さんが作ろうとしている新党が形が体制が整う前に解散しようと、こんだけですね。少なくとも来年の9月には党総裁選があるんで、その前にはやらなくちゃいけないわけですね。はい、ですからそこで合わせるかと考えたんですが、これはまずいと、どうも勢いがありそうだということで12月を最初設定したんですね。はい、で前回も前々回も実は安倍さん12月に解散してんで、そうですね、まあそのあたりが一番いいんじゃないかというふうに思わせておいて様子を見ていたら、確認したのが9月の11日、小池さんと細野さんが会談しましたよね。そうですね、あれを見て、あ、スタートしたというふうに判断したわけですよ、官邸は。なるほど。と同時に裏で、都民ファーストの野田和沙さん、代表を更迭したんですね、実情。はい、そうすると体制スタートしたけどまだ整ってない、つまり若干混乱してるぞと。であの日にいきなりもう解散の命令が出てますから。なるほど。内部にまあちょっとね、野田さん、スキャンダル疑惑なんていうのもね、出ていますけれども、そのあたりも含めて、ちょっと体制をですね、立て直そうというところを先に読み取ったということなのかもしれません。一方、野党は対抗できますか？野党は基本的に今の体制じゃ無理ですね。どうしてかというと、こんだけバラバラだと選挙区調整といって小選挙区だとですね、やはり当選候補者は基本的に比例で救われる以外はこれ一人なんですよ。そうすると、まあ野党調整をしてやっと1対1の戦いに持ち込むと。で選挙は与党の方が有利なんで、それができないとこれは難しいと。一方で裏を返せば野党が大連合する、つまり、かつての新進党とか、そういうような、非、自民、はい、まあ、当時新進党は、ね、非共産で、公明党もそれから連合も全部一緒になったんですよ。これあるぐらいの規模がボーンとできて、トップに、もうびっくりするような人とか、あるいは人気のある人がドンと座ると、これはもう一気に政権交代。自民党が恐れてるのはそれだけですね。まだその可能性はあり得るということですか？そうですね。ただ日程をこんだけ前倒ししてるのは、それがやらせないようにするのが自民党の狙い、つまり官邸の狙いなんですね。だから、まあ、2日選挙というと、もうこれから1ヶ月ですよね。はい、それ解散が28日、これ臨時国会冒頭。はい、そして判断するのが25。これは不思議ですよね。つまり判断して3日間しか猶予を与えないで解散しちゃおうと。そうすると野党の話し合いって3日間ですよ、事実上。だからこの短い設定をしたってことは、解散することは前提に置いてる。そして何を恐れてるかというと、法案や批判ではなくて、単純に野党の大結集。そしてね、今日も新聞にもいろいろありましたけど、人気者がトップにつくようなことを避けると。こういう狙いですね。そうですね。前原さん、そしてね、小沢さんがですね、こう和睦なんていう言い方もですね、してましてですね、まあそういう中で、まあ、例えばですね、民進党と、そして社民自由、まあ、こういったあたりがですね、こう結束していくんじゃないかとなった時に、上杉さん、でもあれですよね、やはり共産党と民進党のその連携ができるのかどうかっていうのはちょっと気になるところですけれども、まあ選挙協力で言って、まあ野党でままである程度の勢力を上げたいんだったら、共産、民進の、まあ、誰もが考えうるような野党連合があるんですが、一発で政権取りに行くっていうのがやはりこれは大きな動きなんですね。はい、それが可能だとしたら、もう答えはほとんど一つしかないですよね。今日産経新聞の一面にも出てますけど、出てます。新党の、はい、まあこれ大連合の新党も含めてですよ。小池百合子さんを代表に就任と、これ代表に打診とね、産経新聞によると書いてます。さっき人気者をトップにというお話ありましたけれども、これはもうイコール小池さんを指しているというイメージですよね。そうですね。既成政党、今の政党はいっぱいありますよね、野党も含めて。これはね、組織もあるし、人もいるわけですよ。はい、で政党助成金、まあ、共産党以外は基本的にも、あるので、そうですね、例えば民進党なんかは97億円かな、政務調査費合わせると150億円ぐらいあるわけですよ。はい、お金はある、人はいる、金はある、さらに現職国会議員がいるわけです、参議院も含めて。そうすると、ね、こんだけ体制整ってるけど、唯一ないのが人気、ということはそこに人気をつけると。なるほど。まあこれ、ある、議員がねこの話をしたんですけど、はい、まあとにかくね、やっぱその人気と今のような組織を合体させた時が最も力がつくと、安倍官邸は一番遅いというのはそこですよね。今の話の流れで、人気の部分はどうかちょっと何とも言えませんけれども、若狭勝さんが日本ファーストの会、これどういうじゃあ動きになります？そうですね、その若狭さんが、代表である元のボスのね、小池百合子さんに新党打診ということは、つまり若狭さんは人気者をそこにしようとしてるわけですよ。担ぐと、なんか想像してみると、例えばですよ、これ、もうこれはもう想像ですけど、細川連立政権93年の、あの時のように8党連立みたいな形で下にいっぱい政党があって、その上に細川護熙さんという、熊本県知事参議院を歴任した当時の人気者がドンと来たために、政権交代可能だったわけですね。でその後にはやっぱり人気者って言った橋下徹さん、この人は国政来ませんでしたけど、もし2012年の選挙で橋下さんが来てたらという話が永田町では、ビンさんも知っている通りあったわけですね。あの時に来ていたら、もしかして総理かもしれないと、つまりもしかしてといろいろ考えて、組み合わせを考えると、小池さんが代表というだけで、これイメージ変わるんじゃないかと、これが多分若狭さんの狙いじゃないかなと。これ産経新聞によるとですけどね、でも本当にそういう意味では同じ図式ですよね。上にみこしの上に乗っかる人が誰かによって、やっぱりその投票行動の風向きって大きく変わる。そこを、若狭さんなんかはかなりしたたかに考えてると、でその前にマイナス要因になるものは全部落としていこうという、今そういうこう動きなんですね。やっぱこのね、ニュースマスターもね、竹小山さんというね、不人気者がね、人気者だ、間違えた、人気者がトップにつくから。本当は皆さんがね、こうやって朝からね、早くからみんな用意してるじゃないですか、スタッフも。そうですね。それだけでもうまくいってるわけですよ。これ受けにくいな。